攻です。9回の表ライオンズの攻撃、ラストバッターキャッチャーの古賀から始まります。今年は今のような形で、はい、高めから高めっていうボールが多いですよね。ちょっと抑えが効かないっていうか、はい、やっぱり状態がいい時にはやっぱりこのね、上から投げる、こう投げ下ろすっていうね、縦のスライダーであったりとか、高めの球出てきました、ファンボールです。だから追い込んでる状況で決め打ち上げました。高く上がったフライ、センター出てきます。先頭バッターの小川をセンターフライに打ち取りました。ワンアウトです。1番ショート源田。ちょっとこれからね、源田とかこうライオンズ打線にはちょっと失礼かもわかんないですけど、これ0点で終わった場合、9回の裏誰が投げるのかなっていう。確かにこのまま行きますと、うん、でも例えば浅投手が上がるんだったら、いきなりこう昨日ホームランを打たれて、浅村選手との対戦になるわけですよ ね。 そうですね。9回の裏、イーグルスは4番の変化球打ってきました。ファールボールです。その前にこの9回の表、ソンチャンホーがマウンドに上がりました。うん、いや理想はね、三者凡退落としてきました。空振り三振です。大塚さん、角度いかがでしょうか。源田選手の時の追い込んでからのボールっていうのは非常に角度がありましたよね。チェンジアップですかね。はい、低め振らせました。ツーアウトランナーありません。バッターボックス2番の岸です。でも甘く入るといい。引っ張っていきます。ファルボールです。ここはバッター当たりです。ショートです。9回の表、ソンチャーホーが3人で終えます。